あなたは十分に私に手を差し伸べてくれた。でもそれを払いのけたのは私。正しい道を進むには力が必要だ。神の禁じた力か。ほら見て、東京が終わっていく。僕らがトンネルに飲み込まれた後、東京に一体何が起こったんだ。悪魔が住む魔界と化した。そして悪魔たちは人の魂を奪おうとして襲ってきているの。東京を守るために戦う、それがベテルの日本支部、すなわち我々というわけだ。神の禁じたナホビノとなる力か。どこの誰がもたらした力か知れぬが、その技我らのために使ってもらうぞ。ベテルも定めし秩序を胸に戦え。神とそれを信じるベテルの者たち、今でもその秩序を守ろうとあがいておる。死んでくれる？悪魔から東京を守るのは絶対に正しいことだろ。迷わず自信を持ってできるよ。これまでの襲撃による被害は甚大だ。僕は平和に過ごす人々を守るためベテルに協力していたんだが、彼を巻き込んでしまった。俺やっぱり無理だ。東京を守ることかね。私は君が人間のために行動しているのだと思っていたのだが、それは間違いか。何時がそれをなぜ、あの声も言っていたじゃないか。神々が見守る新しい秩序を作り出そう。神を決めた定めに苦しめられてきた子羊を、もう耐える必要はない。俺甘く見てた、戦うってこと。ごめんね、あなたがこんなに思い詰める前に私が何とかできれば。お願い、これ以上罪を重ねないで。